はい、どうもこんばんは、おっくんです。今日話していく動画の内容なんですけど、僕ね、児童養護施設にいたんですよ。で、その児童養護施設に、行った時にお世話になった先生のお話をしようかなと思います。で、児童養護施設に行く前にね、まずその児童相談所っていうとこ、一時保護所っていうんだけど、まあ、そこにね、僕はね、保護されてたんですよ。で、その一時保護所の当時職員だった人、まあ仮に S お兄さんにしようかな。S お兄さんっていう人がいたんですけど、まあ僕はね、その人のことをね、まあ、S お兄さん、S お兄さんって言って、まあ話しかけてたんですけど、まあものすごいなんかこう、よくしてもらってたんですよ。で、ものすごい体が大きくてね、身長が高くて、がっちりして、でも顔はね、どこかこう、間抜けって言ったらちょっとあれですけど、優しい、なんかこう、ぽーっとしたような顔の、まあ、人だったんですけど、なんでか知んないけど、なんか俺すごいその人にこう、懐いてたんですよ。まあなんか、お父さんの代わりっていうような感じではなかったし、かといってこう、お兄ちゃんっていうような感じでもなかったと思うんだけど、なんかね、その人のことが好きで、で、まあそろそろね、俺の行く先が決まって、まあその児童養護施設の受け入れが決まったんですけど、まあ離れたくないっていう風に言ってたんですよね、その人と。そしたらその、あ、俺行くからみたいなことを、まあその S お兄さんが言ってくれてたんですよ。はって思って、まあ、俺すぐ行くからって言って、は？なんでって。本当にそんなことできるのって思って、僕がね、その児童養護施設に入所して、それからね、しばらくしてね、教育実習生っていう形でね、まあ来たんですよ。そういったね、児童養護施設の職員になるためには、実習をしなくちゃいけないらしいんですけど、まあ、その実習生としてね、その S お兄さんがね、僕が入った児童養護施設に来てくれたんですよね。うわ、本当に来たやんって思って、わ、S お兄さんやっていう話になって、嘘やなかったやろ、本当に来たやろって言って、で、それからね、無事ね、まあ、S お兄さんはね、教育実習を終えて、正式に、その、児童養護施設の職員さんとして採用されることになって、それだけじゃなくてね、なんとね、僕のね、担当になったんですよ。その、職員が、まあ、学年をひとまとめにして、こう、見るんですよね。当時、まあ、僕は、まあ、小学校低学年とか、まあ、そこら辺になるんですけど、まあ、その、小学校ぐらいの年代の人を、その、S お兄さんが、取りまとめて見るみたいな。だからまあその僕の班の先生になるんですよね、その S お兄さんが。で、中でね、そのロッキン勤務っていうのがあるんですけど、まあロッキンって何するかっていうと、まあレクリエーションみたいな。まあ、その夕方から、夕方ね、ご飯食べ終わってから、まあ6時ぐらいから、9時ぐらいまで、ロッキンっていうのがあったんですけど、その時間はね、こうみんなでゲームしたり、お菓子食べたりとかね、お菓子って言ってもまあ与えられたお菓子ですけど、もうみんなでこうワイワイしながら、まあそういった団らんな時間を過ごすみたいなレクリエーションがあったんですけどね。その時にね、その S お兄さんと一緒にね、バレンタインデーのチョコかなんか作ったんですよ。で、バレンタインデーのチョコをね、作った時にね、湯煎っていうの知らなくてさ、まあ不思議なチョコレートができたの。もうカッチカチの溶けないチョコレート、出来上がった後にね、食べたら溶けないので、うわ、なんだこのチョコレートみたいな、お前さみたいなことをその S お兄さんから言われながら、なんか失敗したねとか言って、あとケーキも作ったりしたのかな、一緒に。で、その S お兄さんには嫁さんがいて、その嫁さんもまたね、僕にね、よくしてくれてたんですよ。いろいろ心配してくれたりとかしてね。だからね、なんかこう気になって気になってね、僕はその施設を出て話を聞いたことがあるんですよ。またね、いつかね、まあ、深掘りして話していけたらなと思うんですけど、あの時なんで来てくれたのって言って、いや、俺が行かなお前ダメやったやろみたいな、えって。で、やっぱ放っておけんかったし、その俺行くって約束したから、俺あの時本当に行ったんぞって言われて、たったそれだけって俺思っちゃったのよね。俺がいたから、俺のためだけにその施設に来てくれたのって言ったら、うん、そうよって言って、それ以外だって俺そこで働く理由ねえもんって言ってくれて、こんな人おるんやって、こんな人ってか、こんな大人おるんやなと思って、その人とはね、今でもね、たまーに連絡取ったりしてるんですよ。
いつかね、こう飲みにでも行けたらいいなと思ってるんですけど、本当お世話になった、すごいいい人ですね。うん、なんか懐かしくなってきちゃった。だからね、その、大人のことを信用できない、信用できないと、まあ、ね、そのね、Sお兄さんのこともね、完璧に信用してたかっていうとね、信用してなかったんだけど、その当時言われたのが、いや、俺のこと別に信用せんでもいいぞって、その代わり見とけって、俺がお前とどう関わっていくかっていうのを、これから先ずっと見とけって言われて、そしたらそれがまあ答えになるやろ、みたいな。答えってそんなすぐ出るもんでもないし、みたいなこと言われて、本当にもう何十年ぐらい付き合えたら、もう結構長いことになるんですけど、まあもう答え出てるんちゃうかなと思って、結果 S お兄さんはいい人だったっていう。でも俺のその人生っていうか、その人格を形成していく中で、間違いなくこう大きな存在だったなって思いますね。やっぱり彼と関わってなかったら、その優しい部分っていうのはこうなかったかもしれないし、なんかあのほんわかしたようなね、なんかちょっとまあ疑似家族愛みたいな、疑似家族愛って言うとなんか作り物みたいになっちゃうからだけど、なんか親の愛ではないけど、こう家族ってこんなもんかなっていうのをこう味わしてもらったっていう、とてもね、なんかこういい経験をさせてもらいましたね。まあね、その S お兄さんがね、あのこの動画をね見てくれてるかどうかわかんないですけど、もう俺当時ね、その S お兄さんにね、あのあだ名つけてたんですよ。こういうこと言ってね、また怒られるかもしれないですけど、カバさん、カバさんって言って、カバさんって言って、まあ、そしたらあのこううるせえって言われてましたけど、ね、誰がカバかって言ってから、まあでもそのやりとりがね、なんかこうクスッと笑えて、なんか相手してもらってる感じが嬉しくて、なんか、うん、言っちゃいけないことって、まあからかってるってのは分かってたんだけど、なんか反応してくれるから、それが嬉しくてずっと言ってましたね。まあ、大人になった今はね、もうそういうことは言わないですけど、あ、まあ嫌だな、恥ずかしいな、この動画見ててなんかもう、な、嫌だな、恥ずかしいな。まあでもね、ほんとね、S お兄さん、多分ね、見たらわかると思うんですけど、まあね、この動画の場を借りてね、こうやってこう、お礼言うのはおかしいかもしれないけど、直接ね、会ってこう、言うのもちょっと、今はまだ恥ずかしいんで、貴重なね、あなたの人生を、まあ、僕みたいなね、当時幼かった子供のために割いてくれて、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ感謝してます。逆に俺がそういうことを誰か他の子供のためにできてたかなって思うと、ちょっと前の俺だったら多分できてなかったと思う。でも当時ね、 S お兄さんもねだいぶ若かったと思うけど、それでもね僕と関わってくれて、そういう風になんかこう優しさだったり思いやりっていうとこう教えてくれて、与えてくれて、本当にありがとうございます。でこれからね、そのいつになるか分かんないけど、僕なりのね恩返しっていうのを S お兄さんにしていきたいと思ってるんで、これから先もね、こう心のどこか片隅っていうか、頭のどこか片隅に、ああいついるんだなってこう思っててください。俺もね、忘れたことはないです。節目節目で必ず思い出します。いつか飲みにでも行きましょう。とはね、こんな感じでね、今回ね、動画終わりたいと思います。もう何の動画かね、ちょっとわかんなくなっちゃったけど。うん。たまにはこんな動画もいいよね。それでは、また。次回の動画でね、今度何話そうか。話したいことはね、いっぱいあるんだけどね。もう誰得なんていう動画になっちゃうかもしれないからね。まあ、よく考えながら動画をね、作っていこうと思います。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。コメントもね、たくさん書いてくれると励みになりますんで、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。